どうも皆さんこんにちは、ギルテックスです。突然の質問ですが、皆さんは武器カスタマイズにおいて何が一番重要か知っていますでしょうか？もちろん見た目がかっこいいのがいいでカスタマイズするのもいいと思うんですが、武器のカスタマイズをしていく上で知ってるとね、とても使いやすい武器が簡単に作れるようになりますし、オリジナルカスタマイズを作る基準ができて楽しくなります。僕がいつも使っているおすすめの設定などをいくつか紹介いたしますので、最後まで見てもらえたらなと思います。 YouTube の登録がまだの方いらっしゃいましたらね、ぜひね気軽にポチッと押してもらえたら嬉しいです。それでは行っていきましょう。どうぞ。それではまずタルコフを始めたばかりの方、簡単に武器を組む方法を知っていますでしょうか？何がね、どのパーツに合うのか、この武器にね、何が合うのかわからないですよね。トレーダーにはとんでもないくらいのパーツがずらりと並んでいます。でも安心してください。簡単な方法があります。まずハイドアウトを開いてください。ハイドアウトを開いてもらって、こちらですね、ワークベンチというこの場所を作成してください。ワークベンチの作成方法はこちら、ボルト2つ、ナット2つ、メカニックでね購入することができるマルチツールを用意してもらうと、ワークベンチレベル1を作成することができます。これを作ってしまえばあとはもう簡単です。スタッシュを開いてカスタムしたい武器をね、で今回は AKM を使うんですけど、右クリックしてもらってプリセット編集というところですね、ここを選択してください。この画面がワークベンチ1からワークベンチ1を作ることで開放されます。各パーツを選択するんですが、性能がわからないのでどれをつければいいかわからないってことになってくるんですけど、これ実際こうパーツを選ぶときは、全てのパーツがね出てきます、このように。でも何がいいのかわからないってことはあると思うんですけど、ここですね、インフォというところ押してもらって、この矢印をね、三角形押してもらうと、ここにね耐久性からガーっていろいろ出てくるんですけど、こちらのエルゴノミクスっていうところですね。このエルゴノミクスが覗く速度や腕の疲れを緩やかにしてくれることができます。そして垂直反動と水平反動ですね、この2つが、銃を撃った時の反動を抑えてくれてるかどうかってところを見ることができます。エルゴノミクスと2つの反動のバランスを考えてカスタムしていくと、より良いカスタムができていきますので、いろいろ試してみてください。それではね、ちょっとねこの AKM、それなりに使える状態までカスタムしてみたいと思います。はい、ということでこんな感じでカスタムしてみました。どうでしょうか？性能はねめちゃくちゃね、もうこの AKM の中ではかなりハイレベルなカスタムになってます。はい、このカスタムをね、じゃあ今パッて作ったんですけど、まあちょっとかかりました時間は。はい、このカスタムをもう一回ね、今後、この銃を失ってしまって再度使いたいなと思った時にすぐ使える方法なんですけども、こちら、左上の方に名前をつけて保存というところを押してもらって、プリセット、こちら日本語は入れれません、英語で入れてください。名前がね、AKM なので、まあ AKM はもともと名前ついてるんですけど、ナンバー1かな、ナンバー1っていう名前にしましょう。じゃあナンバー1っていう名前にしました。左上の開くというボタンを押してもらうと、ここにナンバー1っていうのが保存されてるので、今後ね AKM をこのカスタムしたい時にここを押してもらうとすぐカスタムすることができます。とりあえずじゃあここで作成してみますね。このパズルの場所、このパズルのマークのところを押してもらうと、必要な武器パーツがこれだけありますよと出てくるので、部品の購入というのを押してください。したらここでね、トレーダーで買える部分が全部出てきます。もしこれトレーダーで買えない場合はですね、この所有者のタイプのトレーダーっていうのをこれ×を押してもらうと、一番安いフリーマーケットで出ているものも購入の枠に入ってくるので、実際トレーダーで買うよりも安くね販売されているものもありますので、そちらの方で、一番最安の状態で全てを購入というのを押してもらうと、7万6000ルーブルと、まあ、480ドルぐらいですね、はい、かかりましたと。
これでカスタムしましたっていう、これで完成ですね。このピコって言ってこの後これが消えたらもう完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。 AKM ナンバーワンですね。この名前がまあ登録されたプリセットだということですね。例えばですけど、これ、全てのね、このアタッチメントをバラバラにじゃあしましょう。はい、バラバラにしちゃいました。もちろんナンバーワンという名前は崩れてるんですけど、このプリセットっていうボタンを押してもらって、再度左から開くと押してもらって、ナンバーワン、こちらですね、さっき登録したやつを押してもらうと、変更しますかって出てくる、はいって押すと、はい、このようにね、スタジオの中にもしパーツがあればすぐカスタムすることができますし、なければ先ほどの購入画面に移って購入することができちゃいます。できるようになるとかなり時短になりますので、おすすめです。さらにですね、これプリセットの登録の仕方でおすすめの方法があります。皆さんスコープと、結構好きなねスコープを使うと思うんですね。なのでスコープ、使いたいスコープ、例えば、今は遠距離のスコープを選んだんですけど、近距離タイプで戦いたいなという時も結構あると思うんです。なのでプリセット登録をするとき、こちらナンバーワンで登録したんですけど、プリセット登録するときはこちらこの状態でナンバーワンで、まあ、登録した方がいいなと思いました。はい、理由としてはすぐスコープをね考えて、どうしようかなって、今回じゃあ、ホロサイトで行くかって言って、こうホロサイトだけをカスタムで購入してすぐ持っていくことができるので、このナンバーワンのやつはベースになるんですね。スコープ、最後のスコープの仕上げのところは置いておいてのベースで登録しておくのが一番いいのかなと思いますので、皆さん使ってみてください。はい、ということで次、武器が決まったので弾をね選ばないといけないと思うんですけども、この弾をね選択する際にすごいね便利な方法、何を使えばいいのかわからないと思うんです、弾とか。それをねすぐわかる方法を教えたいと思います。 AKM 右クリックしてもらって、下からね4番目のところで関連品目を検索、これですね、押してもらってください。するとですね、弾薬っていうのが出てくるんで、この弾薬をクリックして、さらにもう一個プルダウンしていくと、ここですね、はい、このマガジン、この銃で使える弾が全部出てきます。もちろんお店で買うこともできない、フリマで買うこともできないっていう弾も全部出てるんですけども、この弾を見てもらって購入をするというのが一番楽なのかなと思います。そして買い方なんですけど、どうやって、弾の性能を見ようかな、どれが一番強いんだろうみたいな、わからないと思うんですけど、こちらね、こう出ているこの表示されている状態のこの画像をダブルクリックするとですね、ここね貫通力とダメージが全部出てきます。なので何も弾の性能を知らない方でも、こうやって開いてもらって、調べてもらうことができます。簡単に、あ、これは35でダメージ61なのかとか、あ、これ30でこれ65なのかとか、な感じですね。基本的にはこのダメージ、肉ダメージ、あの実際弾が貫通した時に食らうダメージと、この貫通力、どれぐらいの弾が抜けるのかっていうところだけを見ればわかるかなと思います。はい、それ見て、選んでみてください。今回は武器を簡単によりよくカスタマイズする方法を紹介させてもらいました。まだねタルコフを始めたばかりでわからないことがたくさんあると思うので、少しでもね快適にタルコフができるようにこれからも動画をどんどん出していきます。参考にしてもらえたらなと思います。ということで今回はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。またね。